顔認証技術を活用したレジのない店舗が公開されました。お店に入るときにこちらで顔認証をすれば、あとは商品を持っていくだけという仕組みですので、店内にはレジがありません。大手電機メーカー NEC が公開した店舗では、登録された顔情報をもとに社員を特定し、商品を持ち出すと会計が自動で行われ、給与から天引きされます。天井のカメラや商品棚に取り付けられた重さを検知するセンサーなどで、客の動きや手に取られた商品を判別します。 NEC は今後、登録済みのクレジットカードなどでの決済にも対応させ、オフィスビル内の売店として展開していく予定です。